まあ、夫婦円満の秘訣って何ですか？急に来たね、なんか。まあ、夫婦円満の秘訣ですか。まあ、まあ、円満になる必要はまあ別にないのかなっていうか。ね。うん。常にやっぱ円満でっていうのは無理でしょ、人間ね。喧嘩をした方がいいんじゃないですか。あの、僕はもう、まあ、円満というか、まあ、夫婦でいられる、大事なことはちゃんと喧嘩することだと思うんですよね。まあ、わざあえて喧嘩する必要はないけど、ちゃんとこう言いたいことを言えるような状態で、それで言ったら、まあ、すっきりするから、そこでちゃんとお互いの話を聞くと、うん、もういいよってその場でね、こうやってバッとこう離れるんじゃなくて、ちゃんととことん話をして、なんでそういうふうに思ってたのっていうふうにちゃんと聞いてあげることが大事だと思う。それを聞いてあげないと、やっぱりね、思い違いっていうのがある、人間って。ちょっとしたその仕草だったり だったりでこう判断しちゃダメなんだよね。それよりも、まあこれはもう、ね、夫婦というよりももう人間関係においてもそうだと思うんだけど、やっぱり人間って、ネガティブなものにこう目が行くようになってるんですよね。うん。例えばこの、あれだけ好きだったのに、ちょっとなんことで嫌になって別れちゃうとかね。あれだけ一緒にいたのに、これがここ、そういうちょっとしたところで嫌になるとかっていうふうな、それはね、人間でみんな 100% 完璧な人なんて絶対いないので、どっかかんかにね問題があったり、他の人は問題だと思わないところでも自分でね、その人的にはなんか嫌だなと思うところってのは絶対あったりするもんなんで、それも踏まえて相手を見るっていうことかな。それもちゃんと理解してあげるように、理解するのは難しいかもしれないけど、理解をしようとするあの姿勢というか、だって女人間なんてさ、生まれてきた環境が違うから、インストールされてるものが違うわけよ、みんな。だからそこでこう、私の当たり前はこれだからとか、私の価値観はこれだからとか、いやそれは普通おかしいでしょっていうので、人を見ないようにした方がいいんじゃないかなっていうところかな。夫婦なんかね、もうともと他人なんだから、うん、もう異星人と一緒にいるぐらいの感じでいた方がいいんじゃないですかね。どう思いますか、陽平さんは。うん、まあ惚れ合ってね、惚れ合ってというか、何かいいなと思って結婚したっていうのはすごい確率だと思うから、それってそこの大切にしていたものを大切にした方がいいんじゃないかなって、最初の時の気持ちをねちゃんと思い返して、なんか他の人に目移りすることもあったりとか、もうどうしようもなくなったら別に別れるのも全然ありだと思うし、うん、ずっともうね、一緒にもう一回結婚したらもうずっと添い遂げなきゃいけないんだとかっていうふうにね、まあ、それが理想かもしれないけど、もう究極もうちょっと無理かなっていうふうに思ったら、まあ、それはそれでまた お別れするのもありだと思うし、その方がね幸せだったりするんで。あとね、なんか人のせいにしないっていうのが大事かな。夫婦生活でも人間関係でも、結局自分に起きてることは自分の責任なんで、全てはだから、あいつがあれだったからとか、こいつがこうだからとかっていうふうにやると自分が苦しくなってくるんだよね、これって。実はあ、もう自分の責任なんだ、じゃあもっとこういうふうに良くするためにどうしたらいいんだ、あ、自分でやるしかないなみたいなふうになった方が、動けるし行動もできると思うし、まあちゃんと落とし前がつくというかね、自分でね、ちゃんとそうやってね、自分のもう全部、自分人生に起きることは全部自分の責任なんだと思った方が実は楽っていうことをね、うん、だから夫婦生活でも、なんでこいつはこんなに怒ってんの、あ、これは俺のせいだと思った方がそうですね、いいんじゃないかなっていうふうに思うかな。だから全部自分の責任だと思うことじゃない、うん、男は特にね。なるほど、うん、女性はなかなかそういうふうに思えないらしいけど、うん、はい、よろしいでしょうか。はい、はい、はい、ぜひですね、見て、動画を見ていただいた感想をいただけると大変嬉しく思います。絶対ね、感想ね、書いていただくようにね、よろしくお願いします。